トバルカインのレリーフトバルカインは、旧約聖書、創世記に登場する人物で、初めて鉄や銅の刃物を鍛えた、タンヤの子祖とされる。アダムより数えて七代目の子孫で、カインの子孫レメクとチラノコ。またチラ、トバルカインをなり彼は、銅と鉄の諸の刃物を、鍛え不謝なり、トバルカインの妹を、ナアマという、創世記四章二十二節、日本聖書協会の、 旧進薬聖書より、文中では、ただ鉄や銅のすべての刃物を鍛えるものとされているが、創世記の中で最初に丹野を行ったため、丹野の祖とされる。アダムとイブの子カインが嫉妬から、弟、アベルを殺して追放された後、エデンの東方にあるのどの地に住み、妻を目取って子、エノクを設けた。カインは優を立て、子供の名を取って、エノクと名付けた。ここに、 カインの子孫が栄え、六代を経て、トバルカインは、レメクと彼の二人目の妻チラの間に生まれた。トバルカインの父レメクは二人の妻をめとり、カズトメのアダとの間には二人の子、ニーヤバルと、弟ユバルを生んでいる。そして二人目のチラとの間にも、二人の子、ニートバルカインと妹のアマが生まれ、腹違いの四人の子供がいることになる。この四人の子供のうち、三人は、 人間の儀芸の祖となった。すなわち、ヤバルは初めて天幕に住み家畜を飼う者の祖先となり、ユバルは琴と,と笛を取る、音楽家、芸人の祖先となった。そしてトバルカインは刃物を鍛える、単野の祖先となったのである。術師アブラメリンの聖なる魔術の書によると、トバルカインとナーマの近親相関によって、アスモデウスが生まれた。ありがとうございます。